伊達秀宗、伊達秀宗は、伊予宇和島藩の初代藩主。初代仙台藩主、伊達政宗の長男。母は、側室、心臓の方、異説あり。伊母帝に、仙台藩二代藩主、伊達忠宗がいる。天正十九年、1591年9月25日、伊達政宗の所長詞として、道の区国柴田郡村田城にて生まれる。名は平五郎。 この時点では、正宗の性質愛機に男子がいなかったため、周囲からは、御蔵子様と呼ばれて、伊達家の家督相続者と目されていた。文禄三年、一五九四年、正宗に伴われて、秀吉に敗越し、秀吉に人質として差し出されることになり、伏見城で養育された。文禄四年、一五九五年七月に、秀寺事件が起こると、 豊臣秀治と親密だった、正宗もこの事件に連座し、隠居して、家督を平五郎に譲ることと伊達家の伊予への国替えを、秀吉から命じられた。結局は、徳川家康の取りなしにより許されたが、8月24日に、在京の重臣19名の連署による、起承分訂室を命じられ、もし正宗に逆意があれば、直ちに隠居させ、平五郎を当主に立てる旨を制約させられている。 文禄五年、1五百九十六年五月九日、豊臣秀吉の勇士となり、秀吉の下で元服し、返記を受けて秀宗と名乗った。十五位下自重に、上位、任官され、豊臣政も授かっている。豊臣秀頼の小川御将として取り立てられた。秀吉死後の慶長五年、6六百年に御部業の石田光成らが御大老の徳川家康に対して、挙兵。 関ヶ原の戦いすると、三成法の浮田秀家の屋敷にて、対、伊達正宗の人質となる。慶長七年、1602年9月、徳川家康に拝越し、徳川氏の人質として、江戸に向かった。だが正室である愛希、この時、数江戸氏で、正宗三十六歳、愛三十五歳となっており、当時としては、かなりの高齢出産であったとの間に、 虎菊丸、後の伊達忠宗が生まれ、養成せずに無事に育ったため、慶長8年、1603年に1月に政宗は虎、菊丸を家康に敗越させ、秀宗の立場は微妙になり出した。慶長14年、1609年、秀宗は、家康の命令で徳川四天皇で重臣のいい、直政の娘の亀を正室として、徳川陣営に取り込まれることになる。だが、 弟の虎菊丸が、慶長16年、1611年12月に、江戸城で建服し、将軍秀忠から一時を賜って忠宗と名乗ったことにより、事実上秀宗は、武家の家督相続者から除外されることになった。この事情に関しては、正宗の長男であったが、聖母の飯坂氏が側室だったために、本家の家督を継ぐことができなかったとされてきたがこれは、 誤りと言われており、衆の通じを受けて、秀吉、秀頼の側に仕え、一時は豊臣政まで賜った秀宗が、徳川氏の世では仙台藩主として、ふさわしくないという理由で実際には除外されたと、されている。このため別家を起こすことを、父、正宗が考える。慶長19年、1614年の大阪冬の陣には、父と共に参陣し、 呂人を飾る。戦後、大御所、徳川家康から三人の孔として、正宗に与えられた意を上島十万国別家として、次、同年十二月二十五日にその初代藩主となった。家臣団の多くは正宗が、伊達屋中から選んだもので、秀宗宗入部の際、五十七聞き場団のほか足軽、小物合わせ、約千二百名がいたとされる。重は、政宗のを受けて、 秀宗を保湿した。また、反省整備のための初期資金として、仙台藩から六万両の借財をした。あ、現那六年、1620年、過労、山や金よりが対立していた、桜田元土地下に襲撃されて、一族皆殺しに会う。秀宗はこれを、幕府や政宗に報告しなかったことから、激怒した父によって感動される。金よりはもともと政宗の家臣であり、 本家側の人間であった。そのためか、ことあるごと様々なことに口を挟んだため、秀宗はうは疎ましく感じていたとされる。さらに翌源な七年、1621年、怒りの収まらない正宗は、老中、土井と勝に対して、宇和島藩の返上を申し入れた、我礼騒動。結局、と勝の取りなしで正宗は申し入れを取り下げ、正宗と秀宗は面会し、 その場で秀宗は、長男であるにもかかわらず、徳川時代に入って、仙台藩の家督を継げなかったことや、長期にわたって、人質生活を送らされていたことから、政宗に対しかなりの恨みを持っていることを話した。政宗も、その秀宗の気持ちを理解し、感動は解かれた。この件をきっかけとして、親子の関係は、良好になったとされる。その後、 秀宗は反省に注力した。翌年の元那八年、1622年12月、とうとう海守を除任する。寛永三年、1626年8月19日には、十四下に上るくらいする。感動が溶けてから正宗と秀宗の中は親密になり、和歌を交換したり、動物こなす茶入れと秘蔵のキャラの名号、最終が正宗から送られ。 これら正宗から秀宗に贈られた品は、宇和島藩立家の家として秘蔵された、他に、茶壺の名冬館、名仙洞などがあり、宇和島市立,立立博物館の企画展、特別展で見ることができる。寛永十三年、1636年五月に、正宗は死去し、六月に、仙台の里市藩寺で葬儀が営まれた際、秀宗は、次男の宗時と共に葬儀に参列した。 寛永十四年六百三十七年から翌年にかけて島原の乱では爆命により破兵している。寛永十四年六百三十七年頃より病床に伏すことが多くなったが病気は中部だったという。このため寛永十五年六百三十八年に生死であった次男の宗時が宇和島に帰国して大主、殿様として生を代行した。このため 歴代に、胸時を入れている記述が見られることより、幕府からも、実質的な当首は、胸時であると認識されていた、大武官。秀宗晩年の宇和島藩では、領内検事、そして、それをもとにした、上面法、年貢の固定化の採用、藩支給与についても従来の窮地制、地方事業制から、蔵米制、米の現物支給とした。慶安2年。 1649年2月5日には、宇和島を大地震が襲い、翌年に長わらいしていた中部を理由に療養を、幕府より許されて、宇和島に帰国した。女王2年、1653年に、宗時が39歳で創生したため、三男で20歳の宗時が生死となる。その翌年からは、藩と商人資本による神殿開発が進められた。 明暦三年、1657年7月21日、生死の宗都市に家督を譲って隠居した。八月十六日には、伊豆尾の総順に、伊予吉田藩を分置したため、宇和島藩は七万国、吉田藩は三万国となった。明暦四年、1658年6月8日に、江戸藩邸で死去。去年六十八、死後の翌日、宮崎八郎兵衛。 高島太郎衛門のが、6月18日に、上岡義、6月23日に、渡辺東左衛門がそれぞれ巡視した。秀宗は、宇和島藩祖であるが、宇和島ではあまり数系を集めておらず、宇和島市内には、検証費も銅像もなく、秀宗公と損傷する人もいない。これは、幕末、維新期の藩主宗忠と,と宗なりが名君だったために、 その陰に隠れたためとされている。ただし、秀宗も名君だったと伝わり、参勤交代の際に、宇和島の帰国途中で、海が荒れて、船が転覆しそうに行ったとき、秀宗だけが、大前自弱、少しも騒がなかった。あるいは、豊臣秀頼と、組打ち遊びのとき、年長の秀宗は秀頼を組み敷いたが、組みける際にとっさに懐紙を取り出し、直に踏まなかったので、豊臣秀吉、 淀田夫妻をはじめとヨト家の面々は秀宗に大いに関心したと伝わっている。秀宗は師範扱いされるのを嫌い、将軍、徳川家光とのご死骸機関で対面の際、異母テ忠宗より、上座に着座して、正宗の長男、仙台藩の風上に立つことを示している。秀宗は正宗に似て和歌に堪能だったと伝わる。そして時代は流れて、 幕末の朝廷及び明治新政府で活躍した伊達宗成らの功績により、宇和島藩の藩主家は公爵に列せられ、奥越列藩同盟に連座したため白爵とまりとなった仙台藩藩主家を上回る価格として苦されることになった。宇和島伊達や吉田伊達家はいずれも途中で血統がたいため、仙台藩主家から迎えた伊達隆委院、秀宗の弟、 ただむの孫の子孫となっている。よって、吉田だ家三代、村豊の子である、上杉義江の子孫、上条上杉屋などが秀宗の男系子孫である。また、宇和島ま家二代、宗ねとの外孫である、丸亀藩主、京国高かのの子孫などが秀宗の女系子孫である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。